一時は静まり返っていたこの町も今じゃこの賑わいようですよ。数ある京都の観光地の中でも特に若者に人気があるのはこの嵐山じゃないでしょうか。でもね、これはまだ普段に比べりゃ空いてる方ですよ。普段はこれにさらに外国人観光客も加わりますしね。あと1ヶ月もすれば紅葉もピークに達して、またさらに大勢の観光客が押し寄せるんじゃないでしょうか。僕今家族と一緒に旅行をしているんですけど、家族みんなね今太秦映画館の方に行っていて、で僕はねまた別に行きたい場所があったので、単独行動を取っています。嵐山はその寄り道なんですけどね。今日の客層を見てみると、だいたい4割が家族連れで、また同じく4割がカップル、あるいは友達と一緒に来ている若者、そんな感じ で残りのね、残りはね多分団体旅行で来ているであろうシニア層の方々、そんな感じかな。でね、僕もこれまで10回ぐらいは余裕で嵐山来たことあると思うんですけど、その時にね誰かしら一緒に行動する人はいたんですよね。家族だったり友達だったり誰かしら一緒にいたんですけど、今回初めて一人で来てみてね分かったことがあるんですけど、本当にね若者はね大体誰かと一緒に行動してるから、こうやってね僕みたいな人間が一人でねうろついてるとすごい浮くんですよね。浮くっていうのは周りから注目されるっていうよりは自分が心細くなるっていう感じで、ちょっとね、ちょっと食べ物を買うのに店に並ぶとかでもね、僕と同い年のぐらいの人がお連れさんを連れて楽しそうに話してるわけなんですよ。それを見るとね、僕も誰かと一緒に来たかったなっていう、そういう心細さに襲われるっていうね。だからしかもね、普段ならね周りにもそういう一人でいるような人間っていうのは他にもたくさんいるからね。だからぼっちでも平気だったんですけど、さすがにね周りがみんな一緒に誰かと一緒にいるっていうなると、ちょっとねさすがに僕でも心細くなるというかいくらぼっちに慣れている僕でもちょっと心細くなるっていうことなんですね。せっかく嵐山に来たんで楽しむべきことは楽しんでいこうと思うんですけどね。なんなら僕めちゃくちゃ浮くようなこと今やってるし、向こうの人はみんな腰見てますよ。何やってんだこいつってね。一旦ね気まずくなって渡月橋を渡ってこの桂川のほとりまで逃げてきたんですけど、もう一回ね向こうの方にまた渡月橋を渡って行こうと思います。そういうことで今回伝えたかったのは、嵐山に来るときは誰かと一緒の方が絶対楽しいよってことです。以上です。じゃあね、バイバイ。